菊池嘘つかないの綺麗な暮らしワンポイント講座。玄関周りなんですけど、まず玄関にあんまり靴を置かないっていうね、これまあ結構基本だと思うんですよ。風水なんかでもよく言いますけど、別にそれをこう信じて早く仕事多くなるようにって思ってるわけじゃないですけど、基本的にはあんまり置かない。やっぱり置いてあるとどうしてもごちゃごちゃなっちゃうんで、はい、まあ置かないようにするためには下駄箱にしまうんですけど、下駄箱の大きさってやっぱりその家によって決まってきちゃいますし、難しいと思うんで、一応ちょっと小さめなんですよね、うちは。なのでとりあえずこっちにはこういう形で、まあ高さを合わせて入れるもので、高さがある場所にはこのこういうね、こういうのがあるんですよ、はい、こういうのがあると片足入れる分のところに一足こう入れれるというね、はい、靴の大きさに合わせて無駄な空間を埋めていくというね感じでやっております。はい、で、あとこういうのですよね、ドアの裏側に、まあ、靴べらなんかもわざわざこうどっかに置いたり外に引っ掛けるとなんか邪魔に見えちゃうんですけど、はい、鍵とかもあんまり使わないものはこっちの内側にかけるとか、まあ、うちはそんなにスペースがなかったんで、こうちょっと簡単に引っ掛けられるものとかをこう中に入れとくとスッキリなるっていう。ただもちろんこれだけじゃ靴すべてじゃないんですよ、はい、なのでこちら側なんですよね、 IKEA で買った棚なんですよ。でこちらこういうね、はい、こういう風にしまってるんですけど、まだスペースあるんですけど、例えばこの女性の靴とかはあんまりこうサイズが大きくなかったりするんで、こう縦にも入れますけど、僕の靴とかになってくるとちょっと縦に入れるとこうちょっと飛び出しちゃうんですよね。少しこうこの棚が靴用の棚じゃないんで、なのでそういう場合はこうだったらもう横でいいんじゃないかっていう入れ方ですよね、はい、これ上下で入れてるんでここにも2足入りますし、横のスペースはうまく使っていろいろあんまり履かないもの入れといたりみたいなやってるんですけど、で薄い女性の靴とかそういうのはもうこうファイルボックスみたいなのを使ってもう立ててしまう。だいたい横に入れて積むじゃないですか、みんなこうなっちゃってるともう靴取り出したくない、下の方を取り出した時にもうぐちゃぐちゃになったりするんで立てるってことですよね。はい、収納の基本はやっぱスペースを無駄にしないっていうことなんで、はい、これは縦に使わせてもらってます。はい、あとはまあこういう突っ張り棒とかを利用して、まあ、上のスペースうまく使いたいときはこう2段にするみたいなのもありですね。はい、そうするとすっきりございます。あともう一個ついでに言っとこうかな、スリッパとか家で履いてる方多いと思うんですけど、出かけるときとか、まあ、掃除するときとかにスリッパこう置いたままだといろいろ面倒なんですよ。こういうのも売ってるんですけど、こういうの1個あると出かけるときにこうやっとくと、はい、下すっきりしたまま出かけられるという、はい、なのでまあちょっとしたやっぱ宙に浮かす、はい、よくある収納のあれですけどね、宙に浮かしましょう、はい、ぴったりすっきりこんな感じです。他の動画もよかったら見てください。